めちゃくちゃこの愛のある人というか、曲がってることを正してくれたっていうか、はい、怖いだけが今すごく表に出てきちゃってるなって思ってるのね。例えば勝俣の喧嘩自慢とかさ、そういう喧嘩が強かった人とか、渡瀬さんって強いんだけど、はい、そういう怖いし、その作品にちょっと浮かれてるやつって必ずいるじゃん。スタッフでもめちゃくちゃ怒るのよ。緊張感がバーンってなる。ちょっと緩んでたら、お前緩んでるから交代って言われちゃうような緊張感もくれるし、渡瀬さんだったら付き人でいたかった。うわー、ずっとやりたかったな。ここに行ったら男になれる気がするっていう。俺昭和の男だから、いい親分につきたいっていう感じ。だったら渡瀬さんにつきたい。